北口東中上駅は東京都秋島市玉川町一丁目にある東日本旅客鉄道大目線の駅である。駅番号は JC52 相対式ホーム2面2線を有する地上駅である。互いのホームは自由通路、橋上駅舎を持った古墙橋で連絡している。バリアフリー対策として2007年にホームと古墙橋を結ぶエレベーター、スロープ、 滝のおトイレが設置された。JR 東日本ステーションサービスが業務を受託する、業務委託駅である。自動改札機、自動券売機3台、自動生産機が設置されている。緑の窓口は2005年3月25日に廃止され、跡地に代替として、もしもし券売機帰るくんが設置されたものの、2012年2月15日2 0時を、 持って、営業終了し撤去された。また、初電から午前6時30分頃までは、駅員が不在となるため、乗車駅証明書発行機から、乗車駅証明書を取って乗車し、着駅で生産する。駅舎会地区前は、改札は1カ所で、自動改札機が3台しかないため、朝ラッシュ時に手狭になることを考慮して、上りホームの西立川寄りにも、臨時改札口があった。 ここにも自動改札機、自動生産機が設置されていたものの、自動券売機は設置されていなかった。2020年度の1日平均乗車人員は5,582人である。近年の1日平均乗車人員の推移は下記の通り。南口駅前南口は駅前に UR の団地と商店街があり、その周辺には住宅街が広がっている。かつて、 近くの多摩川で秋島クジラの化石が発掘されたことから西側の商店街にはクジラロードの名前が付けられている。東側には昭和公園などがある。北口には都営の団地や病院があり、東側は国営昭和記念公園の秋島口にも近い。秋島口の手前には陸軍航空交渉の跡地が広がっており、再開発が進められている。 東中上駅入口、東中上駅北東、中上駅北口東中上駅注釈、出店広報資料、プレスリリースなど一時資料、ありがとうございます。